食と笑いの新長田わらわらタウンニュース皆さんこんにちは。毎週火曜日お昼の12時10分からは JR 新長田駅南地域一帯のさまざまなお店の情報をお届けするコーナーをお送りしています。担当は FMYY の田村真由美です。さて今日私が来ているのは丸子市場の中にあるカレー屋さんなんですけども、普通のカレー屋さんではなくてミャンマーカレー屋さんに来ています。長田には、長田は多文化な町なのでいろんな国の料理が食べられるんですけどもミャンマーカレーっていうのは珍しいんじゃないかなと思っています。店内には、アジアンテイストの、置物とか雑貨とかあと絵が飾ってあってでもアジアな感じがしています。でもなんかすごいアットホームな感じもするので気軽に入れるようなお店かなと思います。そして私のお隣にはここのお店のご主人に来ていただいてますので早速お話を伺いたいと思います。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。じゃあお名前を教えてください。名前はアウムネです。アウムライ。はい、もう一回お願いします。アウムネです。アウムネ、はい、難しいな、はい、じゃあここのお店のお名前を教えてください。お店の名前はミャンマーカレーテテです。ミャンマーカレーテテ。はい、テテってどういう意味ですか？もともとは妹の名前を勝手に使ってます。はい、はい、妹さんは知らない。知らないです。はいはい、はい、そうなんですね。意味は、はい、心、二つの心を言います。はい、じゃあテテっていうのはミャンマー語で、はい、二つの心、はい、二つのハートっていう意味もあるんですね。はいはい、じゃ一つは妹さんの名前で、はいはい、でも一つはミャンマー語で二つのハートっていう、はい、すごいとっても素敵なお名前ですね。はい、こんなテテさんではどんなメニューが食べられるんですか？メニューはたくさんありますよ。あ、そうですか。はい、どんなメニューがありますか？赤カレー、はい、黒カレー、はい、チキンナスカレー、はい、ラペット、はい、サンモサ、はい、であとはシャーヌードとか、はい、ね、私が分からなかったのはラペット、はい、ラペットはお茶の葉のサラダです。あ、お茶の葉が入ってるサラダをラペットって言うんですね。はい、あ、すごい美味しそうですね。はい、でもう一個は何でしたっけ、シャンカオセはね、シャンカオセ、はい、麺料理です。麺、はい、あ、ヌードルなんです。ヌードル、はい、どんなヌードルなんですか？中にはね、はい、鶏肉と、はい、鶏肉のスープと混ぜ合わせた味付けした料理です。それミャンマーのヌードル。ミャンマーの、はい、民族の料理です。はい、そうですか。とっても美味しそうですね。はい、じゃあこんないっぱいメニューがあるんですけども、はい、おすすめのご主人おすすめの一品を教えてください。僕のおすすめは、はい、赤カレーです。赤カレー、はい、この店しかない。あ、ミャンマーにもない。ミャンマーにもないカレーなんですね。はい、オリジナルカレーです。はい、オリジナル、ご主人が考えたんですか？はい、へえ、はい、名前は何て言うんですか？沈んだ太陽か、イメージは沈んだ太陽の、あ、沈んでいく太陽の赤、はい、をイメージして、はい、作ってる。へえ、中に何、中に入ってるのは、はい、赤い唐辛子とトマトと、はい、人参とか赤色を全て集めて入れてる。ああ、そしてその赤い太陽の色になるように、はいはい、赤色を合わせて炊き込んでいる赤カレー。はい、どのぐらいそのメニューを完成させるのに時間がかかりましたか？1年半ぐらいかかるよ、ね、すごいかかったんですね。いろんなカレーの中で、はい、美味しいカレーをするにはそのぐらいかけないと。へー、はい、そのぐらいかけてこの赤カレー、はい、カレーはできた。はい、一回食べてみたいですね。ありがとうございます。お願いしますじゃあこのお店はいつからやってるんですか？この店はね、2008年の12月1日からです。2008年の12月1日っていうことは3年前。はい、はい、ちょうど3年前。へえ、はい、じゃあどうしてそのミャンマーカレーを始めようと思ったんですか？神戸ではね、はい、なかなかミャンマー料理を食べるところないから、日本の方にミャンマー料理を食べさせて気持ちあって、たまたまアジア、この新中田のアジア浴場って
あの丸子市場の中でね。ありますね。はい。ま、第3金曜日かな。第3金曜日。はい。はい、そこでたまたま出て、この通り見てミャンマーの雰囲気に寝てるかなと思って、ここで店するように決めました。ああ、じゃあナイト屋台に出店された時に、はい、この市場の雰囲気を見て、はいはい、ミャンマーに。見てるし、見てると思って、うん、お客さんがね、はい、あのよう言われる、次どこ行ったら食べれるのって聞かれるとき、お店がないから、はいはいはい、あのここに店しようかなってもっと、あでも嬉しいですよね、また食べたいって、はい、どこで食べれるのって言われると、はい、それで出そうと、出そうと思い切り、うん、思い切って出そうと思ったんですね。はい、じゃ、それですぐにあのお店がもう見つかって、はい、でもさすぐ出せることになったんですか。たまたま空いてたので、あここが空き店舗だったんですね。空き店舗だったのでさっと入りました。へー、なんか不安なこととかなかったですか。あ、不安がに、あの、あるけど、ミャンマー、はい、ミャンマー次第が日本の方は分かりにくい方、あ分かりにくいと思います。ミャンマーっていう国自体のことを知らない、はい、方が多いと、はい、あ料理もミャンマー料理もあまり日本の方あまり知らない人多いと思いますよ。ほんまに食べたらめちゃ美味しいですよ。美味しいと思います。材料聞いてても絶対美味しいと思います、はい、じゃああの、はい、ここのお店に来るにはどうやって来たらいいか教えてください。JR 新中田駅から、はい、あの海の方に向かって、はい、あのアグルあいやケーズ電機、ケーズ電機に、はい、ありますね。近く来たら、はい、あのセンター街、あ神戸センター街っていう商店街があるので、はいはい、そこを左に曲がってちょっと入ったら、あの右側に丸子市場の看板があって、はい、その中にあります、はい、その丸子市場の中入ったらすぐ、はい、西側の方に、はい、にあるんですね。山枯れというかあります。はい、山枯れてという看板があります、はいはい、じゃ あの営業時間と定休日教えてください、はい、営業時間はね、朝11時から夜の7時まで。はい、11時から7時まで、はい、休みは土曜日と火曜日です。はい、土曜日火曜日の定休日。はい、はい、じゃ あの最後になんですけど、はい、ラジオを聞いてる皆さんと、あとこの映像をご覧になってる皆さんに一言メッセージをいただけますか。はい、はい、あのね、明日になすので、はい、ミャンマーカレーを食べて元気出しましょう。よろしくお願いします。特に赤カレーが、赤カレーがおすすめですよね。赤カレーおすすめです。はい、私も一度食べてみたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、今日はどうもありがとうございました。ミャンマーカレーのテテさんにお話を伺いました。ありがとうございました。